はい、皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日ご紹介するカメラはこちら、キヤノンの EOS R7 というカメラになります。 EOS R シリーズで初めて APS-C サイズのセンサーが搭載されたハイエンドモデルとなっております。それでは早速こちらの EOS R7 をご紹介してまいりたいと思います。はい、ではまずは外観から見ていきたいと思います。で、今回比較用としてこちらですね、同じ APS-C サイズのセンサーを搭載したハイエンドデジタル一眼レフの EOS 7D Mark II をご用意しましたので、ちょっとこちらと比較してまいりたいと思います。一目見ただけで大きさの違いが伝わると思いますが、今回ご紹介する EOS R7 の方がだいぶコンパクトに感じられると思います。実際にボディの重さですが、本体のみでこちらの EOS R7 が 530g で、こちらの EOS 7D Mark II が820g ですので、約 300g 重さが違います。 300g と言いますと、だいたいコンパクトデジカム1台分ほどの差があります。小型であるということに加えて、 EOS R7 で特徴的なのが背面のこちらの部分です。サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーが融合して、ファインダー横の同じ位置に配置されています。右手親指の操作でダイヤルを回して絞りやシャッタースピードを変更したり、今度は内側のマルチコントローラーでフォーカスポイントの移動ができるのが、とても便利だと思います。またしっかりと防塵防滴仕様にもなっていますので、屋外の撮影環境の厳しい場面でも安心して使えるように設計されています。はい、では続きましてカメラの性能面でのご紹介をさせていただきます。1つ目のポイントですが、 APS-C サイズセンサー搭載の EOS モデルでは史上最高の解像性能に仕上がっています。3250万画素のセンサーと画像処理エンジン DIGIC-X の組み合わせで、非常に緻密で繊細な描写を実現しています。こちらの写真でも、このフラミンゴの繊細な色合いとグラデーションが忠実に再現されていることがお伝えできるかと思います。ちなみに DIGIC-X は EOS 1DX Mark III や EOS R3 にも搭載されている高性能画像処理エンジンです。 ISO 感度設定も常用で3万2000まで設定できますので、フルサイズセンサーでなくとも高感度低ノイズ撮影が可能となっています。はい、では2つ目のポイントとしましては、ズバリスピードです。まずメカシャッターでの連写スピードがこちら秒間約15コマと非常に高速になっています。このスピードは上位モデルである EOS R3 の秒間12コマを大きく上回っていると考えていただくと、この凄さが伝わるのではないでしょうか。ちなみにシャッターユニットの耐久性も20万回をクリアしていますので、十分長く使うことができると思います。また EOS R7 は動態を捉え続けるためのトラッキングを前提としたオートフォーカスシステムで作られていますので、動体の追従性がとても優れています。こちらの写真でも、この飛んでいるクマバチにフォーカスを合わせると動きに合わせてピントを追い続けてくれました。それでは続きまして3つ目のポイントとしまして、ボディ内蔵手ブレ補正を搭載していることが大きな特徴として挙げられます。 RF レンズの手ブレ補正と組み合わせることによって、最大 8.0 段分の補正効果を得ることができます。もちろん手ブレ補正の IS 機能がついていないレンズを装着しても、手ブレ補正の恩恵を受けることができますので、すでにキヤノンのレンズを所有されている方にとっては、より軽快に撮影することができるのではないでしょうか。レンズ通信非対応のレンズ、例えばオールドレンズなどをマウントアダプターを介して使用する際にも、メニューの設定でレンズの焦点距離を入力していただければ手ブレ補正の効果を得ることができます。ただその際は必ずメニュー内のカスタム機能でレンズなしレリースをするに設定を変更してください。また EOS R7 にはこのボディ内手ブレ補正を応用した新しい機能が追加されていますので、ご紹介します。まずは自動水平補正といって、ボディ内手ブレ補正機構のロール補正機構という部分を活かし、撮影画面が水平になるように自動補正をしてくれます。極端な傾きですと反応しないんですが、水平なものが少し傾いていると補正が入ります。実際にファインダーを覗いていると、ググッと画面が水平に補正されて動きますので、なかなか便利で面白い機能だと思います。次に EOS カメラカメラ初となるパノラマショットができるようになりました。こちらはボディ内5軸手ブレ補正機構でスイングブレ補正を行うため、実際に鮮明で自然な仕上がりを楽しむことができるようになっています。他にも手ブレ補正機能を活かした手持ち夜景モードなどですね、手ブレ補正機能をふんだんに活かした機能が搭載されていますので、ぜひ活用していただければと思います。
はい、今回ご紹介しましたように EOS R7 は EOS 7D Mark II の後継と呼ぶべき高速連写を生かした動体の撮影に最適なモデルとなっております。 APS-C サイズのセンサーでもフルサイズセンサーに劣らない画質で撮影することができますので、画質面におきましても安心してご使用いただくことができると思います。またAPS-C サイズセンサーの特徴としまして、レンズの焦点距離が約 1.6 倍になるという点も、特に望遠撮影をメインで行われる方にとっては大きなメリットとなるのではないでしょうか。キヤノンの EOS シリーズで名前に7、7がつくモデルは代々名機と呼ばれておりますので、今回のこちらの EOS R7 もその名に恥じない完成されたモデルに仕上がっていると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。マップカメラではこちらの YouTube のチャンネル登録や皆様からのコメントをお待ちしております。またお得な情報をお届けしているマップカメラの LINE 公式アカウントの友達登録も募集しておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。